さ、お久しぶりの、文字工レトロ横丁栄町銀天街ですね。文字の商店街栄町っていうぐらいだから栄えたんですよね、昔はね。もう看板とかもほら昔のまんまやん、昭和の。本当やね、上松と全然違うね。とじゃないパフェに、もしかして。私無理や、海鮮パフェ。見えんのお客さん入っとんかな。あ、そこあるやんか、実物。ほら、かわいい。うわ、すごいねこれ。よっちゃん多分3個からいけるね。いけるよ。こんだけテイクアウトも OK だって。いや、なんかこういうのとか好きね。どこかのバナナジュース専門。ああ、バナナ今流行りやね。でも多分この辺りってきっとそういった感じじゃない。これもやっとるね、まだ。あ、結構現役なんや。上ね、いい感じよ。あ、これはでも多分ね、そうだよ、このお店確か。これは昔そんな系統って聞いたことあるけどな。ほら、これいいよ、ぐるぐる美容室の。あ、昔の、そうそうそう、鍵穴かわいいね。ちょっと奥に入ってね。ことじゃ入れない。いいよ、この辺も素敵よ。これもいいかも。昔はね、なんやったっちゃだめ。あ、そうよ。時にこれは昔裏から入り寄ったった。違う、塞いだ工具地よ。工具じゃない、こんなとこに工具じゃない。いやいや、文字はね、結構裏が面白い地区なんですよ。ここもだけなんかあったっちゃろ。でもこれ新しいじゃん。新しいけど、建物これあった。結構古いね。飲み屋街とかいろいろあるとよ、この辺り。この辺すごいね。こっちも確か古かったよ、ほら。もうだって1年半前ぐらいに来たもん、この辺り。もう終わっとるね。前はなんかもうあったのに、なんかだいぶなんかガタガタになった。奥に行こうか。今からね、もっと遊郭跡に行きますね。遊郭跡に行きますよ。何個か。あ、すごい。隣の美容室とかもすごいね。レトロ伝説って画廊喫茶って書いてあるやんね。昔はやっと、あ、もうないんだ。スパイスカレー、やっぱ文字はカレーだ。でも多いよね、なんかリノベーションで。商店街って感じ。
いや今どこもそのパターンなんですけど、まあ、それでもやっぱりなかなかね人を集めるのって難しくって、でも文字とかはさ、なんか昔ながらの古い建物とかあるからもったいないね、なんかこういうのをね利用してほしいよね。福岡と北九州ってまたその絶対数の人口がね、うん、わーすごい、わーいいいい、あこっちもいい、こっちもいい、本当、ね、これも奥カフェなん、はい、これね、お店が両方あるん、昔はね、全部飲み屋だよね、そうだね、ここで飲んだことある、わあすごーい、身長がなんか素敵やね、いいね、ここ、ここね、なかなかないよ、こんな風景、こういうの喫茶店と違っていいですね、いい、ちゃんとほら光も入ってさ、いいよ。わ、これ見てごらん、ちょっとほらベンチ作っとる。かわいい。ね。ハンドメイドで。わあ、素敵やね。素敵ですね。いい。友達。こんにちは。こんにちは。わあ、洒落とる。こんにちは。ね、ちょっとすごい資料があるんですけど、昭和6年の、ま、三角食堂さんのね、4月の売り上げ、うん、この当時って1ドルいくら、ドルですか、うん、ドルはねもっと高い、めちゃくちゃ高い、高い頃ですよね、多分めちゃくちゃ高いのこれやけど、うん、で太平洋戦争前ですね、前、うん、あの、俗によく言うほら1ドル360円とかいう、そんな以前の、もっともっと以前の、もう海外旅行とかとんでもない話な頃や、1900、あの360円の時代は私が小学校6年、コーヒーが1杯10円やから、うん、今で言ういくらぐらいですか、5、600円ぐらいですかね、今500円ぐらい計算する、うん、だって誰でも行けないでしょ、コーヒー飲みに、まだお金持ちじゃないとね、うん、すごいね、コーヒーを飲むという習慣がまだあまりないです、ないでしょうね、あまりないです、コーヒーを知らない人の方が多いです、ね、ですから文字コーヒーは昔の聞いたはずだと思ったんですけど、文字コーヒーは気が悪いやつだ、あありがとうございます、これすごいね、でもね、よかったです、うん、あの料金表、うん、これが、当時の、はい、これカフェ建築になるんですかね、カフェでしょ、そうです ねなかなか残ってないね、うん、ビールが160円、うん、いつ頃だろうな、これ昭和何年、昭和、これは絶対20年、太平洋戦争後でしょうね、うん、すごいね、この資料160、ちょっと武藤さん来て、昔のね、あのカフェのね、カフェ建築の頃の値段、これ残ってるんだって、ほらこうやっていろんな資料があるの、たくさん青線と赤線との資料が全部載っとる、だからこの辺りはもうそういうので栄えた地区なんですよ、うん、結局ね、うん、まあでも港町やしね、門司港やから、ね、まあ九州で一番栄えたんです、そうよ、
ね、え、じゃあ国際の船とかも入ってたんですか？だけどバンバン入るんですよ、うん、あの門司港初っていうのはもう、うん、あのそんなに多くないんですけども、うん、それ以外 の、 あの例えば出発点が、うん、あの神戸ないし、うん、あの横浜なんです、はいはい、そしたらあの門司港が一番最後 の、 そ の、 あの、うん、港町になりますから、うん、そこで水と食料と氷を供給しなくても、うん、ただ大概中継室で泊まってます。あ、なるほど。じゃあ結構すごい船とかも泊まっとったって当時ね。1980年までは大したもんやったでしょ。今はあの港の機能がこの目の前の港じゃないから、うん、あの見えないあのコンテナーバーズが閉まったんですから、うんうん、ですからここにもありますよね。これは昭和30年代ぐらいなんですよ、うん、ここに、あ、こっちでですね、うん、ねあのここから見るとあの小森江駅がありますよね、うん、あの駅の上にここからずっと船が止まるっていうのは、そしてでここにね、うん、ここになんか V のマークがあるでしょ、うんうん、これ鋼鉄製の浮き V なんですよ、うん、これが7つあるんですよ、はい、だからこの岸壁に7隻こっちに7隻、うん、14隻は必ずあの何万トン級が止まるんですよ、うん、であの止まれない船は、うん、あのこちらの沖合で、うん、あの順番待ちなんですよ。へー、あの関門橋のとこって1日何艘ぐらい船が、はい、だいたい700っていうんです。 700?、うん、すごいね、うん、その当時思ってたでしょ。その当時はさらに1000ぐらい、うん、ぐらいいっとるでしょうね。で今はあの全部あのその当時は、うん、福岡の博多港が、はい、あの水深が浅かったもので晴れかったんですよ、うんうんうん、それで浚渫工事をして今はもうすごい努力になったでしょ、うんうん、あれが全部ここに目の前に来てました。へー、文字ってすごい地区やったっちゃね。その時は、うん、まあ文字税関もあるぐらいやからね。ね、そうやもんね。だから、うん、あの航路で調べたら、まあうん、あの神戸大阪から出て文字港を通過していくので、うんオーストラリアでしょ、うん、ニュージーランド、うん、そしてあとはバタビアっていうから、まあ、インドネシアなんかあの辺ぐらいのバタビアと、それとですね、うん、あとね。大連ですね。大連航路とそれとあとは一番遠いのは一番遠いのは、うん、あのロンドンです。ロンドンまで？あの横浜を出発して、うん、そしてですね、あのスエズ運河を通過して、うんうん、それでフランスの、うん、フランスの港マルセイユに入って、うん、そしてドイツのハンブルグに行って最後はロンドン。すごい国際港やね。国際港、うん、では間違いない。でも素晴らしい。ね、たくさんの人間乗ったっちゅうんじゃなくて、うん、大半がその荷物の供給なんですよ、うん。あ、なるほどね。うん、だから、うん、その豪華客船乗っ取った、うんうん、身分の高い人はこの町に降りてきたなんて降りてきませんよ。うん、ガード悪い町。うん、でここからも乗りません。うん、乗った人乗ったしても、まあ一人二人乗ったぐらいじゃないですか。うんうんうん、あとは全部荷物を置く。だって大阪神戸で氷を積むよりここで氷積んだ方がいいですから、ね、うん、あの1日でも早く、まあまあ、あの神戸ぐらいからやったら横浜やったら多分36時間ぐらいかかりますかかるでしょうから。そうやね、うん、新品の氷入れて、うん、新鮮な水を入れ、うん、入れた方がいいわけですから、だから沖縄に。なるほど。私あの門司港駅も昔の駅の方がなんか良かった、うん、うん、な感じがしますけどね。なんかね、まあ同じようには作ってるんですけど、うん、やっぱ昔の方がなんか味があるような気がします、うん、あの日差しが昔あったんですよ、うん、あれも日差しもないけどなんか間抜けたような感じですね。あ、でもさらに前はこれはこの形、この形にだからしたんだよね、うん、だけどなんかやっぱ作られた感が出てて、まあ、うん、でも雰囲気はいいと思う、門司港駅、ね、まあ、だけどもう50年ぐらいになったらまた雰囲気が出るから。そうやね、うん、だんだんとね。あれ門司港駅は一応一等駅なんです、うんうん、一等駅、二等駅って三等駅とかあるんですね、うん、で一等駅はレンガです。ああ、レンガね。そして二等駅、三等駅になると、うん、これは木造なんですよ、はい、で門司港駅は一等駅だったんですけども、うんうん、もう関門トンネルから できると、うん、すると一歩手前の門司駅が一等駅になるという、はいはい、でも今現在は一等駅ですから、うん、さあどうしたものかということで、
あのレンガ造り屋であって、この中間を取って木造だけども普通の木造駅とは違うようなドイツ建築しましょうっていう、うん、大体ドイツ技師が来てね、あの、うん、ああいうのを教えていったじゃんね、昔ね。すごいね。特にほら文字ってあのレンガのいろんな建物とかね、たくさん残ってますからね。レンガ、そうですね。2つ、あのイギリスレンガとドイツレンガがある。うんうん。で、確かね、あのタワーマンションがあるじゃん。はい。あの横に駐車場があります。うん。そっちのレンガ。うん。あっちがドイツレンガなんですよ。え、イギリス製はイギリス済み、うん、ですよね、うんうん、イギリスレンガとドイツレンガが2つあって、あと北九州ですから、うん、はい、今はもう違法で使っちゃいけないんですけど、うん、シミテシって八幡製鉄が作ってたんですよ。だって八幡製鉄所に初めてドイツから入ったじゃないですか、確かレンガって違ったっけ、ね、うん、あそうです、あの入れてるんですけど、うん、シミテシで、うん、あの鉄を作る副産物として、あの赤レンガ作ってたんですよ、うん、でね、これはもう使っちゃいけないと。あ、だから、あの北九州のこう、うん、古い家の土台に赤レンガ使ってるから、うん、それはもうイギリスとはドイツじゃなくて、うん、八幡製鉄です。ああ、もう地元のね、うん、もうあんまり使っちゃいけない、うん、でも強度弱い。なるほど。福岡は加勢郡にあの炭鉱、締め炭鉱ってあるんですけど、うん、あの区域はレンガがたくさんあります。炭鉱の町と製鉄の町はレンガがたくさん今まで歩いてきて残ってますね。あ、そうですね。はい。うん。文字工もね、赤レンガの建物は結構本当はあるんですけども、うん、あの表面を全部あのコンクリでやってるんでしょ。そうなんですよ。あ、結構でも軍事施設とかもそうです。昔はレンガでやって、うん、上からコンクリートでコーティングみたいな。あれがね、うん、あの1923年ですよ、ね、うん、あの関東大震災からそれを埋めたってことがあるかもしれない、うん、塗ったってね、そんな変わりないよねでも結構塗ってます。塗っとるで、なんか地震とかでレンガ出てきましたみたいな、そんなのはよくあるパターンなんですけどね。そうです、そうです。まあ、だけど文字はね、あの観光地としてはすごいすごく素晴らしい地区だと思います。そうですよね、うん、福岡でもね、ベスト3に入りますね。福岡にお越しの際はぜひ門司港に、ね、ここのカフェも素敵ですからぜひ寄ってください。お待ちしてます。久しぶりですよ。で、ここのね、中華料理屋がすごいの。もうこれ素敵よ、ほら。ここね、確か観察が残っとっちゃう、ほら。観察が残っとる。これだけど、2、3年前までやってますよね。今こっち新しい。観察がね、残ってるんですよ。すごいね、食堂。わ、すごいね、これ中見たかった。あ、これも元遊郭。うん、2階やね、これ2階建てやね。夜明けじゃない、これ料亭で、ここの中にもそういう部屋があるの。あー、見たかったな。
昔のキャバレーだって。古いお家もいっぱいあるね。外にいろんなものいたし。これキャバレー？すごい作りやね。キャバレーっぽく見えんよ。これが普通のお家みたい。これ昔のキャバレーって。この建物の作りはね、この辺からでも見たらなんかちょっと麗しい感じがします。ここね、うん、この公民館は元置屋だってよ。あ、ここね。あ、でもすごい上は結構そのまま。昔の置屋さん。うん。なるほど。でもこの建物自体も古いよね。うん。いやでも餅はまだまだね、古い建物残っとうけんすごいね。なんかすごい、なんか増築。え、4階建て？パッと見4階建てやん。